こんななっちゃいますもんね。そうですね、うち来た時はすごかったもんな早く伸びてほしいんだけどな。いやでもだいぶ伸びましたよ。そうですね、一回坊主でリセットして、うん、ここだけ残してね、耳のところだけ、ね、ということで今回は真夜中のビバリウムさんのお家に来てます。お邪魔します。いらっしゃいませめちゃめちゃふわふわです毛伸びるの街ですね今。いやでも結構長いですよもう この時点で。あ、なんか掘ってるはい、はい、私にもねビビらずに、うん、結構性格はずっしりと良さそうな、うん、ビビらない、ね、あ、すっちゃんやめた方がいいぞ、滑るぞあ、でも分かってますね、ちゃんと。うん、分からん結構構いなしに行っちゃう時もあるんですけどね、フローリング廊下の方出たりとかね。いや、かわいい。うさぎかわいい。このサイズ感超いいですね。やっぱ大きいうさぎいいですよね。もともとなんかフレミッシュジャイアントっていう、まあ、世界一大きい種類のウサギとかいつか飼いたいなと思ってたので、うんうんうん、かわいいな。これで何歳ぐらいか分かりますか。あ、なんか推定1歳ぐらいって言われてる。1歳でこのサイズなんですね。そうですね、これお散歩させててもトイレあっちこっちしないですか。あ、外いるときはしないですね。あ、猫ちゃんも来た。猫と仲いいんですか。どうなんだろう。いや、かわいいな。ウサギかわいいな。猫負けてます？ウサギに。猫は、猫の方が結構ビビリだからグイグイ来られると逃げちゃいますね。大冒険してますけど、どこ行くの？大冒険。さあ、ウサギに連れられてきたのがこちらのお部屋。うわびっくりしたね。そんなにびっくりします？結構ね、なんか不意をつかれた時は不意にこうやってフッて入ってくると、あー、なるほど、飛び出したりしますね。臆病のね、カッピーちゃんさっきも結構触らせてもらったんですけど、臆病ですね。ポロポロになった、ね、カピバラは水の中で排泄しますもんね。コロコロ道、コロコロです。温泉になってますね。ここが定位置なんだね、カッピ。いや、私カピバラを飼うのが夢なんでもうこの作り参考にしときますチビのうちは行けますね、うん、将来は外で飼うとかですか。いや、もう飼う場所は決まってて、うん、はいはい、まあ普通にプールとか、大きいプールとかね、排水とか給水もしやすい感じで作りたいなっていう構想を今いろいろ練ってますね、うんうんうん、でまたそれできたら遊びに来ます、ぜひと同じ時間前
イペースだな。あ、ペレット大好きだもんね。うん、あれ怖いのか、怖いな、知らない人いるなって。完全にビビリモードですね。芋も当たる、芋。お、出た秘密兵器、おやちゃい。ああ食べた、食べてよかった。まあね、うわ、うん、ああかわいい、ビート出た。毛の質感はたわしですね。たわしですね。親とあんま変わんない感じがします。うん、なんか水入った後に乾きやすいように、なんかこんな毛になってるって書いてあった。へえ。まあ、確かにたわしもね、乾きやすいですもんね。うん、カッピーのためにちょっとあるものを私持ってきたんですよ。ちょっと持ってきます。お、なんでしょう。お。アルファルファとパパイヤの茎を持ってきてみました。これがアルファルファ。そう、これがマメ科の栄養抜群の草ですね。食べるかな。入れてるの。多分他の子も食べると思います。で、あとこれもめっちゃ硬くて多分歯にいいと思うんですよ。わ、買った、うん。うわ、何これ。ウサギとかにもいいと思います。さあ、カピ食べるか。あ、違う。何これって顔してる、うん、芋じゃない。なんかね、こういうチモシーとかは入れとけば食べるけど、なんか野菜ほど好きじゃないっぽいんですよね。へー。ウサちゃんには、うん、絶対バリバリ、ね、うん、食べると思います。いい歯磨きみたいな。うんうん、ほら、ファイヤーの茎買った。硬いね。うん、食べ物じゃない、人間からしたら。一個入れといてみよう。うん、アルファルファどうですか。チモシーも別に手でこうやって食ったことないですよ。あ、そうなんですか。そう、野菜はね、手でやって食うんですけど、これは？いらない。匂いもちょっと違うんですよね。ああ、なんかちょっと違う気がする。うん、あ、違う。あ、不評でした。そのうち食べるかな。そうですね。やっぱ優先順位的に野菜とかペレットフードがやっぱ好きみたいで、野菜はね、手でこうやってあげれるんですけど、チモシーとかも手でやっても食べないんですよね。なんか優先順位が低いのかどうなのか。まあ、なんか食べるものなくなったら食べる。あ、そうそうそう、そんな感じです。こんにちは。おお、ちょっとやだね。こんにちは。なんで前足上がっちゃったの。なんで前足上がっちゃったの。たわしです。耳が、びちゃびちゃ。入ってたもんね、お風呂に。ね、慌てて出たね。ここ好きだな。ずっとここいますね。手前側とかいたりしないんですか。ずっとここ。うん、奥側ですね。人が来たら、まあ、なんか一番遠くの端っこに行ってるのかな。まあ手前も奥もここは変わんないですけど。うん、確かに。
それはアルマジロ。昼間は寝てるんですね。昼間は結構寝てることが多いですね。うん、おはよう。お、あ、そっちが顔だったんだ。ちょんちょん。ちょんちょん、おはよう。あ、全然動かない。寝ぼけてます。今目が開いてないもん。本当だ、全然目が開いてない、うん、寝ぼけてますね。くちゃくちゃしてる、かわいい。おはよう。あ、寝る。就寝ですね。やっぱね、夜の方がどっちかというと活発な感じはありますね。夜行性なのかな。寝ちゃいましたね。ご飯何をあげてるんですか。ご飯はドッグフードと、まあ、野菜もなんか根菜とか、あとフルーツも好きになったりとか、あと、ひなうずらとかお肉系も。へえ、じゃあ雑食なんですね。そうですね、肉食寄りの雑食なので、まあ、ドッグフードメインの、もうちょっと野菜とかフルーツとか混ぜてあげたりっていう感じで。ちょっとウサギにもあげてみます。あ、全然ウサギにもあげてもらって。じゃあ、はい、早速。こんにちは。もらいまして。お、あ、かじってますね。おお、これは歯にいいな。ね、絶対いいですよ。削れるぞ。いい食べっぷり。いいね、いい音。うさぎさんは気に入ってくれたようです。はい、名前あります。うさちゃんって呼んで。うさちゃん、うさちゃん。おいおい、あ、ちょ、ごめんごめん、おちょちょちょ、おちょちょ、すいません。めっちゃでかいです。うん、あ、ちょっと、おーっと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 、嫌なの抱っこは。ここはね、なんか、うん、あんま好きじゃないみたいですね。はい、遊んでください。出てきた、出てきた、かわいい。あ、警戒。足食べそう。おお、行っちゃった。はい、こんにちは。私のカバンを調べてる。だから私の中に潜ろうとしてる。うわー、膝まで来た。かわいい。いや、なんかかじられてない？なんかやられてない？間違えて噛んだりしますかね？白いのがね、結構噛んできます。靴下が匂う。テンションが上がってくるとやっちゃうと、カプッと血出るほどじゃないですけど、はいはい、でも普通に痛ってなるぐらいの感じです。よいしょ、テンション上がってきた。テンション上がってます。何で上がっちゃったの。かわいい。いや、やばい、これテンション上がってます。テンション上がってます。テンション上がってる。カピバラ靴下。あ、あ、大変、釣れた。どうしたの。スリッパもね、大好き。着てたら、そう、持ってくんですよ。カバンの中入っちゃってる。かわいい。かなりやんちゃな犬みたいな。そう。犬やん、あなた。犬。
なに動くんだ。こうやったら、はい、余計テンション上がって追いかけてくる。ひどい。何なんか背中に。これ疲れることあります？おかしいおかしい。すごいね。エコバッグが、あの巣作ってますね。マフラーで。赤ちゃんの子猫みたいな、犬みたいな、そんな感じかも。マフラー。ひじき。すごいな。体が柔らかい。すごいっすよ。すごい、うん。だから多頭飼いなんですか、フェレットは。うん、まあそうっすね。2人いればあのね、この2人でじゃれ合ったりするから。うんうん、ここがね、蛇部屋。はい。でかよいしょ。サイズがすごい。これなんて蛇なんですか？これブラッドパイソンっていう蛇ですね。めちゃめちゃ大きくなるやつですよね。そうです。まあでもオスとメスで大きさ違くて、これオスでもう大人のサイズですね。へえ、でかっ。ちっちゃい方です。ちっちゃい方なんですか？ブラッドパイソンの中では。こうおとなしい子なんですか？おとなしいです。こんにちは。重っ、重っ。めっちゃ重い。めちゃめちゃ重いですよこれ。5キロ以上ありますよね。何キロだろう。いやでも多分5キロもないと思いますよ。本当ですか？まあ、ギリ5キロあるかないかぐらいじゃないかな。お、重い。あなた重いよ。力もすごい。これどうやって持ってあげたらいいんだろう。わーわーわー、すごい。意外と重いこれ。まあ結構ずっしりはしてますね。うん、
ごい脱皮してる。え、これ脱皮ですよね。いや、それね、ただのお腹の鱗の、鱗です。取れそうだ、本当だ。そうそう、魚でするとね、ペリッ、ペリッとしてますね、うんうんうん、剥がれそう。網目はもっと大きいですもんね。網目はそうですね、 3.5 メートルぐらいなので。この子で何メートルですか。この子で多分180センチから2メートルぐらいじゃないですか、うん、で網目はその2倍ぐらい。そうですね、まあ大体、まあ、これよりももっと太いかな。太くて長い、でさらに重いと。そうです。すごい。これね、超長いんですよ。へー、わお。あ、本当だ、めちゃめちゃ長い。2メートル20センチとかそんぐらいかな。何ヘビなんですか。パプアンパイソンっていうヘビですね。あ、でもこっちの方が顔つきが可愛いかも。うわ、こいつはどっちかというと細くて長いような感じ。このさっきのブラッドパイソンと比べて。よく動くね、あなたは。木登り得意なんで。ああ、なるほどね。そう、地上性なんだ。こうやっていろんなとこに捕まりながらどっか行こうとしてます、うん、活発だ。もう向こうが取れちゃいそう、ほんと。うわぁ、もう筋トレしちゃう。うん、お帰りです。この家の中でリバさんが一番好きな子って誰ですか。ヘビでですか。いや、もう全部。リバだったらカピバラですかね。ああ、カピバラが一番。一番新しく来た。うんうん、やっぱヘビってこういう、ああいうちっちゃい箱に入れた方が落ち着くんですかね。そうですね。まあ、シェルターとか、ちっちゃいところにみちっと入るのが好きだから、うん、まあ、もし臆病な子とかがいたら、シェルター入れてやったりもしてますね。もしかしたらやばいやつ。やばいやつかもしれないですかね。大丈夫です。どうですか、この子は。これやばくないです。やばくない。かわいい顔して、これは青大将ですね。アルビノの青大将。じゃあ、おとなしいですね。青大将だ。そうですね。そんなに荒くはない。ちょっとこの一番大きいの、そこ多分誰もいない。いない。あ、いません。今一番下はね、誰も、そう、いないですね。あ、そうなんだ。やっぱね、暖房、この部屋暖房つけてるんですけど、床に近いとやっぱさすがに寒いんで、うんうん、冬場は床の1個は全部ね開けて、その2段目からなんかいろいろ入ってるんですよ。うーん、確かに床とここら辺だと温度違いますもんね。さすがにね、ちょっと温度差が床だと冷たいから、いろいろ開けてみても。オープン。あ、これ留守だ。留守留守なんてことが。ボールパイソン、ね、ボールパイソンね、かわいい。オープン。お、白い子が。テキサスラットスネークの印って。真っ白。なんか鼻がとんがってますね、この子。そうですね、なんかちょっと四角い、なんて言ったらいいんだろう、ツーンってしてる。パシフィックブランドボアっていうボア系が、なんかこういう鼻先がちょっと四角っぽくなるんですよね。へえ。
じゃあ蛇の中だと誰が一番好きですか？まあ、さっき見せたパップアパイソンとか、あと、まあ、最近買ったね、カーペットパイソン。あーカーペットまだちっちゃいですね。そうです、まだチビの柄がすごい綺麗で、成長を楽しみにしてるやつですね。これはなんていうモルフですか？確かにゼブラジャガーカーペットパイソン。確かにゼブラっぽい。この子が一番推しと。そうですね、今一番成長楽しみにしています、結構大きくなりますもんね、カーペットは。カーペットはそうですね、まあまあ大きくなるヘビですね。ヘビ何匹いるんですか、これ？大体60匹です。60匹すごい。もう部屋全体がヘビちゃん。この子どうやばいんですか？まあ凶暴ですね。とりあえずなんてヘビちゃんですか、これは？赤股っていう、まあ、沖縄とか諸島に生息してる系の、ものすごいビュンビュン飛んできます。飛んでくる？うわ気をつけてくださいね。わ、尻尾振ってる。何これ？もう威嚇の合図ですね。尻尾をこうやってブルブルするんですよ。うわでも意外と遅い。まだね、こういう凶暴さだったら距離感とかがね、噛みつこうとして飛んできても大体この辺までだなっていうのが、合間がね、距離感わかるからまだ扱いやすい方なんですよね。凶暴は凶暴でも扱いやすい方の凶暴。まあもともとこういうちょっと性格的に荒いような種類。へえ。尻尾がピロピロ動いてるのが可愛い。これは威嚇の、完全に威嚇のあれですね、尻尾ブルブルするのは。まあ、臆病ってことですよね、要は。まあそうですね、自分を守るためにこうやって威嚇して、ね、近づいてきたら噛みついてくるっていう、ね。なんかこれはこれで可愛い。個性が。もうこれで一番大きいサイズですか？いや、この子はまだ成長します。シシバナもオスとメスですごい体格差があるんで、オスの方がちっちゃくなって、メスは結構大きくなる。へー、これがオスの一番大きいサイズ。へー、メスのでも一番大きいって言っても、ね、そんな大ジャレベルのあれじゃないから。コーンスネークよりもちっちゃいですね。あ、そうですね、長さは全然長い種類じゃないから、まあ、一番メスで一番大きくなってこのぐらいのサイズ感ですね。あら、怒ってます。怒りも、お腹が空いてます。やめておきましょう、やめておきましょう。あー、やめて。危ない。わお、大きい。いやー、この子模様がほんとかわいい。いいですよね。
そうやって首を持ってあげると安全なんですか？そうですね、まあ、これでなんとなく首の方向を、ね、こっちに向かないようにとか、うん、こうやってなるほどなるほど、こうやってね、へえ、操作するというか、うんうんうん、あでも想像よりおとなしかった。まあ結構顔の前とかにパッと手が来ちゃうと反射的にね、うん、餌だと思ったりとかびっくりで噛みついてくるみたいな感じだから、うんうんうん、それさえしなければ大丈夫なんですね。さすがよく個性を分かってらっしゃる。最後までご視聴いただきありがとうございました。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。